ワールドアトランティック航空はチャーター機等を運航するカリビアン産航空インクのブランド名である。本社をフロリダ州バージニアガーデンズに置いている。ワールドアトランティック航空は2002年9月にカリビアン産航空として設立された。カリビアン産航空の DHC-8 から1002003年1月よりボンバルニア DHC-8 から100を使用して運航を開始した。 2007年1月9日にカリビアン産航空は月末までに運航停止をすると発表した。カリビアン産航空がトーマスロミオに売却され、新しいブランド名として2010年8月にワールドアトランティック航空の商標を申請し、2010年9月にと認定された。2018年4月時点でワールドアトランティック航空は以下の航空機を保有している。 マクドネルダグラス MD-82 マクドネルダグラス MD-83 2018年4月20日シカゴオヘア国際空港発 EN アレクサンドリアインターナショナルエアポート業の708便がアレクサンドリア国際空港への着陸時に右出客が壊れ右翼が地面に接触した乗客101人に怪我はなかったありがとうございます